生命の起源は地球上の生命の最初の誕生生物が無償物質から発生した過程のことである。それをテーマとした論や説は生命起源論という。生命はいつ、どこで、いかにして誕生したのかという問いとそれに対する説明は古くから行われていた。遡れば古代には神話においてそれを説明した。また、 様々な宗教においても同様のことが行われ形を変えつつ現在でも続いている。古来人々は生命というのは無生物から湧くようにして生じていたと考えていた節がある。古代ギリシアにおいては神話から離れた哲学的な考え方が始まり、ある系、すなわち万物の起源、根源は何かという現在の西洋科学の源流とも言える考察が 行われた。それと同様に、哲学者によって、生物の起源に関する考察も行われた。アリストテレスは、観察や解剖を行ったが、彼の説は、動物は、親の体から生まれる以外に、物質からも生じることもあるとし、また彼は世界には、生命の廃種が広がっており、それが物質を組織して生命体を生じさせると、考えていた。 それらの見解はその後およそ2000年間も支持されることになった。近代に入っても自然哲学者らが考察を行った。さらに19世紀になり科学が発達を見せると科学者たちも同様の考察、研究を行い生命の起源の仕組みを何とかして科学的に説明しようとする試みが多く行われてきた。現在科学の領域における仮説の多くは チャールズ・ダーウィンの進化論を論拠とすることによって、おそらく最初に単純で原始的な生命が生まれ、より複雑な生命へと変化することが繰り返されたのだろうと推察している。また、人の誕生を分子生物学的に説明するという試みも行われている。現在、地球上の生命の起源に関しては対別すると3つの考え方が存在する。第一は、 超自然的現象として説明するものであり、例として挙げると神の行為によるものとする説や、インテリジェントデザイン説がある。第二は、地球上での科学進化の結果と考える説である。第三は、宇宙空間には、生命の種のようなものが広がっており、それが、地球に到来した結果生命が誕生したという説で、ある。現代でも、第一や、 第三の説を発表する科学者は多い。自然科学者の間では、一般的には、アレクサンドル・オパーリンなどによる物質進化を想定した仮説が広く受け入れられている。しかし、生物が実際に発生するところは、今まで一度も自然界で観察されたこともなく、また説が唱えられて、以降、実験室でそれを再現しようと、非常に多くの科学者によって、 実験室で太古の地上や海中の環境を想定した条件を整えて、ほとんど無数の実験が行われたのにもかかわらず、向き物から生命体と呼べるものが誕生するプロセスは再現されていない。このように、生命の起源に関して、どの仮説か妥当なのか、決定的な回答は得られておらず、様々な立場、角度から研究や議論が続いており、 新たな仮説が立てられることも続いている。なお、自然科学においては、単に、生命の起源といっても、そこには、生命とは何か、生命は、どこから、どのように誕生したのか、基地の最初の生命体は何か、生命は、どのように多様性を獲得したのか、などの問題、テーマも関連してくることになる。この項では、 生命起源論を歴史に沿って追うこととし、中でも自然哲学や自然科学における様々な学説に重点を置いて説明することにする。古来、様々な宗教の経典で神が世界や生き物を作ったとされている。学術的には宗教経典類に登場する神が世界を創造したとする記述や民話や 民間伝承などで語られる類似の話なども含めて神話や創世神話と分類している。生命の起源というテーマに関連することは宗教の経典類ではいわゆる天地創造の記述の前後に説明されていることも多いわけだが、例えばユダヤ教のトーラーの冒頭の創世記第一章で神が天地創造を6日間で行い、7日目に神は 休息したとされるが、神は三日目に植物を、五日目に魚と鳥を、六日目に獣と家畜、そして神に似せた人を作った、とされた。創世紀の六章から九章には、ノアの箱舟の物語が描かれている。その物語では、すべての生き物を一つ買いずつ船に乗せた、とされる。これは、別の生物は別に作られたという考えを暗黙のうちに示している。 ユダヤ教の聖書は、キリスト教においても、旧約聖書として引き継がれ、これらの生命観、世界観は広く、キリスト教圏でも信じられることになった。これら、生命は神による、天地創造以来連綿と続いているとする説は、生命永久説とも言う。古代ギリシアにおいては、神話とは異なった考え方が行われるようになり、哲学が行われるようになったとされる。 ある系つまり、万物の起源、根源は何か、という考察が行われ、哲学者によって、生物の起源に関する考察も行われた。起源前4世紀のアリストテレスの時代には、すでに自然の観察や解剖に基づいて、大量の知識が集積されていた。古代ギリシアでは、動物が、基本的に親の体から生まれることも、植物が、 基本的に種子から生まれることも知られていた。生命の起源に関する最初の学説は、紀元前4世紀頃のアリストテレスが唱えたものだとされている。彼は、様々な動物に関して詳細な観察や解剖をした結果、生物は、親から生まれるものもあるが、物質から一挙に生ずるものもあると考え、自著、動物史や動物発生論において、 ミツバチやホタルは草の炉からうなぎエビなどは海底の泥から生じるなどと記述した。現代の科学史では一般にこれを自然発生説と呼んでいる。なお、アリストテレスは世界には生命の元となる生命の配種が広がっており、この生命の配種が物質を組織して生命を形作ると考えた。これは配種説と呼ばれる。 レディの瓶と魚を用いた実験の再現図16世紀から17世紀にかけてパラケルススとヤンファムヘルモンとはネズミカエルウナギなどが無生物から発生するとして彼らなりの実験的根拠を主張しつつその処方を示した17世紀患者の幹部にしばしばウジが湧き医師を困らせていたがイタリアの外科医フランチェスコレディは医療現場での体験をもとに 宇治は、ハエが寄ってきた時のみに発生していると考えて、1665年に、宇治は卵によって生まれ、物質からは発生しないことを証明するために、以下の実験を行った。二つの瓶の中に魚を入れる。一方の瓶には蓋をせず、もう一方は、布で覆って蓋をする。そのまま数日間放置する。結果、蓋をしなかった瓶には、宇治が湧くが、 蓋をした瓶には湧かなかった。レディはこれによって、ハエの宝ない魚には、ウジが発生しないことを証明した。もっとも、彼が証明しようとしたことは、ウジは、ハエが卵を産むことによって生まれているということであって、生命の起源については、単純に、生命というのは、卵から生じると考えていたともされる。また、寄生虫については、自然発生するとしていた。 それを別として、レディの実験が、画期的であったところは、蓋をした瓶と、しなかった瓶という、異なる条件を二つ用意したことにある。この方法は対象実験と呼ばれ、本実験と対象実験の中で違いを見つけていく、ことは、科学的方法に基づいたあらゆる実験の基礎とされ、現在でも応用がなされている。スパランツァーニの学術論文に描かれた、 微生物と細胞のイラストランダのアントニ・ファン・レイ・ウェンフックは手製の顕微鏡を用いて様々な観察を行い1674年に微生物や細胞の存在を発見したことで生物学や細胞生物学、微生物学の端緒を作った。微生物を見ることができるようになって腐敗や発酵のように すでに知られ自然に起きているように思えていた現象にも、生物の存在が関係していることが明らかになると、そうした微生物は自然発生するのか、それとも種子にあたるものがあるのか、等と々うとうの議論が起きることになった。18世紀、イングランドのジョン・ニーダムは、肉のスープを加熱した上で、瓶の中に入れ、コルクで完全に栓をし、次にこの瓶を熱した灰の中で加熱した。 そして彼はそこにいる。微生物はすべて死んだと判断した。だが数日後にこの肉汁を顕微鏡で観察すると微生物が生じていた。また、肉以外にも豆のスープでも同様のことが起きることを確認し、微生物はスープの中から自然に発生した。生物の自然発生は実験によって証明されたとした。その実験を知った。 イタリアのラザロスパランツァーニは、ニーダムの実験に不備があったと考えた。1765年、フラスコに入れたスープに、コルクセンで蓋をしたもの以外に、口を溶かして密封したものを複数作り、さらに、それらを様々な、長さの時間熱湯に浸して比較する実験を行った。線をしたものや、密封したが熱湯につける時間が短かった。 フラスコには微生物が生じたが、密封して熱湯に1時間ほどつけておいたものには発生していなかった。それによって微生物も物質からは生まれないとした。これによりヨーロッパの学会でどちらの説が正しいかについて大論争が巻き起こった。ニーダムはスパランツァーニの実験ではフラスコを密封し加熱したため新鮮な空気が破壊され、 微生物が生きられない状態になったのだ。コルクの線で蓋をした場合は新鮮な空気が入って、くるから微生物が発生できるのだと反論した。これにはスパランツァーンにもうまく反論できなかった。フランスのジャンバティストラマルクやスイスのカールネー・ゲリは、無機物質のみから自然発生が行われると説いた。パスツールは、白鳥の首フラスコを二つ用意し、 対象実験を行ったと考えられている。フランスのルイパスツールは1860年代に微生物の発生について調べるために白鳥の首フラスコを用いた実験系を考案した。実験の概要は以下の通りである。無処理の肉汁を入れたフラスコを2つ用意する。長く伸ばしたフラスコの首を白鳥の首状に曲げ、この部分に 水が溜まるように加工する。肉汁を入れたフラスコの一方を煮沸する。蒸気は白鳥の首を伝って外部に出る。蒸気の一部が凝集して水になり首の曲がった部分に溜まりトラップとなる。フラスコ内部はこの段階で無菌となる。煮沸しなかったフラスコでは腐敗が起こるが、煮沸したものでは長期間放置しても腐敗が起きない。ただし、 白鳥の首を折ると腐敗が起こるようになる。この実験で空気中には目には見えない微生物が多数浮遊していることを証明した。パスツールの成果は見事で微生物学の基礎が開かれることになった。この実験で論争は落ち着き、生物は自然発生はしないとみなされるようになった。ちなみにパスツールは生命の起源に関する実験は行っていない。 これは、その問題は、実験的に証明できるものではないと考えたからだと言われている。エルニスト・ヘッケルは、19世紀後半までの実験的研究がすべて、有機物質の分解物を含む液中での自然発生を扱っていたものであったと指摘して、これを、プラスモゴニーと呼び、その概念に対して、無機用液中での生命発生という概念を、オートゴニーと呼んだ。 かつて地球上に生命が誕生するまでは地球上には有機物は存在しなかったはずなので最初に生じたのは無機栄養微生物だったはずだと考えられていた時代があった。だが20世紀に入り最初の生命の発生以前に有機物が蓄積していたはずだと考える学者が出てきた。これを最初に唱えたのはソ連のアレクサンドル・オパーリンで 1922年に著書、地球上における生命の起源において、無機物から有機物が蓄積され、有機物の反応によって生命が誕生したとする仮説を立てた。これを科学進化説と呼ぶ。彼の説は、スープ説、コアセルベート説等とも呼ばれている。科学進化説は最も理解が完明かつ、基本的な生命発生のプロセスであり、 現在の自然科学でも広く受け入れられている。これらの細かなプロセスごとに様々な仮説が提示されているが、その基本は科学進化による。オパーリンの説による考察は以下の要点にまとめられる。原始地球の構成物質である多くの無機物から低分子有機物が生じる。低分子有機物は互いに重合して、高分子有機物を形成する。 原子海洋はすなわち、こうした有機物の蓄積も見られる有機的スープである。こうした原子海洋の中で脂質が水中でミセル化した高分子集合体が誕生する。コアセルベートは互いにくっついたり離れたり分裂したりしてアメーバのように振る舞う。コアセルベートが有機物を取り込んでいく中で最初の生命が誕生し優れた。 代謝系を有するものだけが生産していった。パスツールイコーパーリンがこの説を提唱するまで、生命の起源に関する考察や実験が行われたことはなく、生命の起源に対する科学的考察の先駆けとなった。この科学進化説を基盤として、生命の起源に関する様々な考察や実験が20世紀に展開されることとなる。なお、 同説で論じられている初期の生命は、有機物を取り込み代謝していることから、従属栄養生物であると考えられている。有機物の生成、蓄積を説明する実験や説としては、ユーリーとミラーによる実験に始まり、ジョン・バーナルラによる、表面代謝説や、水星からもたらされた、とする説などがある。ユーリー・ミラーの実験の概念図、オパーリンの唱えた、科学進化説では、 その第一段階として、窒素誘導体の形成が行われると仮説していた。それを、実験的に検証したのが1953年、シカゴ大学のハロルド・ユーリーの研究室に属していた、スタンリー・ミラーの行った実験である。ユーリー・ミラーの実験の趣旨は、以下の通りである。実験当時、原始地球の大気組成と考えられていた、メタン、水素、 アンモニアを完全に無菌化したガラスチューブに入れる。それらのガスを水を熱した水蒸気でガラスチューブ内を循環させる。水蒸気とガスが混合している部分で火花放電を行う。一週間後、ガラスチューブ内の水中にアミノ酸が生じていた。この一週間の間にアルデヒドや生産などが発生し、アミノ酸の生成に寄与したと考えられている。 ユーリー・ミラーの実験の応用として、放電や加熱以外にも様々なエネルギー源が試験され、その多くの実験が有機物合成に肯定的な結果を示したという。しかしながら、アポロ計画によって持ち帰られた月の石の解析結果から、地球誕生初期には隕石などの衝突熱により、地表はマグマの海とも言える状態にあり、 原子大気の蘇生は二酸化炭素、窒素、水蒸気といった現在の火山ガスに近い酸化的なガスに満たされていたという説が有力になった。すなわち、還元的環境を前提としたユーリー・ミラーの実験は地球における有機物の誕生を再現したものとは言えないことになった。科学進化の第一段階である有機物合成には 当時の地球大気を再現していないユーリー・ミラーの実験に変わる過程が必要になるが、それには以下のような過程が明らかになっている。高鉄鋼の表面での偽算生成は初エルゴン反応である1959年、ジョン・バーナルによって粘土の海面上でアミノ酸重合反応が起きるとした粘土説が提唱された。何らかの海面は、 化学反応が起きやすくなっており、化学反応の触媒としての機能を海面が有することは当時からよく知られていた。この説自体は赤堀史郎によって提唱されたポリグリシン説を元にしている。こうした海面上で有機物が発生し、それらがポリマーに進化していく様子をさらに具体的に論じたのがドイツの弁理誌。 ギュンター・ベヒタース・ホイザーが1988年に論文で発表した表面代謝説である。主な趣旨は以下の通り。高鉄鋼表面で有機物の重合反応を含めたあらゆる化学反応が発生した。初期の生命は単位膜によって覆われず高鉄鋼表面に存在する代謝系が生命であった。高鉄鋼界面上に発生した代謝系は 独立栄養的生物であり、最初に生まれた生命は独立栄養生物である。高鉄鋼界面上で発生したイソプレノイドアルコールは、古細菌脂質を構成するものであり、単位膜によって覆われた最初の生命は古細菌である。他、多くの主張が見られるが、単位膜系を有しない点、自己複製能力を有しない点で、表面代謝説は、 生命の定義から逸脱する。しかし、生命の定義というものを再認識させたという点で、興味深い主張である。科学進化説の主張によると、初期の生命体は、有機物スープをかしていった、従属栄養生物だったが、表面体社説では、炭酸固定を行った独立栄養生物であるとの、主張がなされている。 その証拠として、以下の疑酸生成式が挙げられる。一行目は、エルゴン反応であり、エネルギーの外部からの投入を要求する。二行目は、高鉄鉱上での疑酸生成反応であるが、これは、初エルゴン反応であり、高鉄鉱上で、有機物の生成が起きやすいことを示している。さらに、こうした、有機物生成反応のみならず、グリセルアルデヒドリン酸び、 ジヒドロキシアセトンリン酸は、リン酸元が、高鉄鋼界面に吸着され、肺高を保ったお互いの分子が重合するという、反応が発生し、生成物として、リン酸トリボースという、そのまま DNA や RNA の材料となる、糖心性反応が起きる。このトリボースに、イミダゾール間であるプリン、ピリミジン塩基が結合することにより、ティエネが生成し、 DNA や RNA のひな型となる。グリセロリン酸を起点として、各種アミノ酸が生じるモデルも提唱されている。膜脂質については、前述のイソプレノイドアルコールの生成モデルがある。イソプレノイドアルコールは、脂肪酸に比べて、海面に吸着しやすいため重合反応が見られる。極性脂質誕生以降、ある濃度で脂質が、ミセル化し、同時に生じた、 RNA、DNA、タンパク質なども同時に有利し、そうしたミセル化した脂質の袋こそが、祖先型の古細菌であるとベヒタースホイザーは主張している。表面代謝説は、一見非常に理論的で明快な結論を引き出しているようだが、以下の説明が不十分であるために不完全な理論であると言える。古細菌から、新生細菌への分化の原因。 転写、翻訳の成立。能動輸送系の成立。溶媒中で効率の良い触媒の形成過程。しかしながら、表面代謝説は深海熱水耕周辺に気鉄耕が多く見られることから、熱水耕を生命の起源と支持する学者の間では人気のある仮説の一つである。事実。 公鉄工場で酵素の関与なしに代謝系が生じる可能性を示唆した点は非常に興味深い。また、生命の定義にも議論を投げかけた点において、生命の起源に関する説得力ある仮説として支持され続けている。DNA を遺伝情報保存、RNA を仲介として、タンパク質を発現とする流れである。 セントラルドグマは一部のウイルスの場合を除いてすべての生物に当てはまる。1950年代から科学進化後の最初の生命でこれら3つの物質のいずれがひな型となったのかが論じられてきた。そうした説の名称が DNA ワールド仮説、RNA ワールド仮説、プロテインワールド仮説である。この3つの説を統一するような見解は得られておらず。 情報の保存、触媒作用を争点に、未だ論争が絶えない。なお、これらの説を一部融合させた DNA、プロテインワールド仮説のような説も存在する。セントラルドグマが、生命誕生以来、原則的なものであれば、まずはじめに設計図が存在していたと考えるべきで、あるが、DNA ワールド支持者は、RNA や、プロテインワールドに比べて、文が悪い。 なぜなら DNA は触媒能力を有しないとされていたからである。2004年に DNA 分子を連結させる DNA リガーゼ機能を持つデオキシリボザイムが発見された。デオキシリボザイムは遺伝情報の安定性と触媒能力を有するが触媒効率は非常に低い。触媒効率の高いそれが発見されれば DNA ワールド仮説の復元が期待できると 思われる。RNA ワールド仮説は、初期の生命は RNA を基礎としており、後に DNA にとって変わられたとするものである。1981年、トーマス・チェックラによって発見された、触媒作用を有する RNA である、リボザイムがその根底にある。また、レトロウイルスによる逆転者酵素の発見もその白写となった。RNA ワールド仮説の趣旨は、 以下の通りである。RNA は、自己スプライシングやるなの例もあり、自ら触媒作用を有している。RNA は、RNA ウイルスにおいては、遺伝情報の保存に役割を果たしている。RNA は DNA に比べて、変異導入率が高く、進化速度は速い。RNA 自体が、触媒作用と遺伝情報の保存の両者を担う点は、生物学者に、 大きなインパクトを与え RNA ワールド仮説は未だ生命の起源の論争の中でも主たる考察であると言えるしかしながら RNA ワールドを否定する意見としては以下の点が挙げられるリボザイムの持つ自己複製能力はそれ自体では存在しないリボザイムの触媒能力はタンパク質のそれに比べて極めて低く得意性も存在しない RNA は 分子構造が不安定であり、初期の地球に多量に存在したであろう、紫外線や宇宙線によって容易に分解を受ける。しかし、特異性に関しては近年では、ハンマーヘッド型リボザイムを筆頭に、顕著な改善が認められる。タンパク質がまず初めに存在し、その後タンパク質の有する情報が RNA 及び DNA に伝えられたとする仮説である。 RNA ワールド仮説と双壁を成す生命の起源に関する考察の一つであり、近年プロテインワールドを支持する科学進化の実験結果が多く得られている。プロテインワールド仮説の趣旨は以下の通りである。タンパク質は生命反応のあらゆる触媒を担っており、代謝系を有する生命には必須である。20種類のアミノ酸から構成されており、多様性に富んでいる。 セントラルドグマのあらゆる反応に酵素の触媒は関与している。ユーリー・ミラーの実験で生じた4種のアミノ酸を重合させたペプチドは触媒活性を有している。さらにそれらのアミノ酸の対応コドンはいずれも G から始まるものであり、アミノ酸配列から DNA、RNA に情報が伝達された痕跡であると考えられる。 ガドブ仮説は、奈良女子大学教授の池原賢治によって提唱された、プロテインワールド仮説を支持する新説である。この説により、プロテインワールド仮説がより重みを増したと言える。しかしながら、これにも、以下の反証が挙げられる。ペプチドには、自己複製能力が存在しない。タンパク質も、RNA ほどではないが、分子構造が不安定である。 ランダムに集合したアミノ酸から特定のコンフォメーションを有する酵素等が自然に出来上がるとは考えにくい。第一の点に関しては、イ型とモノマーを材料としたポリマライゼーションのみを自己複製とするなら指摘の通りだが、講義の自己複製ならその限りではない。宇宙空間には生命の種が広がっている。最初の生命は宇宙からやってきたとする仮説である。 この説の原型となる、考え自体は1787年にスパランツァーニによって唱えられていた。1906年にスバンテ・アレニウスによって提唱され、この名が与えられた。彼は、生命の起源は、地球本来のものではなく、他の天体で発生した、微生物の画法が、宇宙空間を飛来して地球に到達したものであると、述べた。 この説の20世紀後半での有名な支持者としては DNA 二重螺旋で有名なフランシス・クリックほか物理学者 SF 作家のフレッド・ホイルがおりその後もこの仮説に関連して真剣に調査を試みる科学者は増えてきており最近では2006年に日本の多数の科学者たちによりタンポポ計画が立ち上げられ2015年から 宇宙空間で浮遊する物質を採取しており、サンプルを地球に送り届けては、地上の科学者たちが解析する活動が続けられている。この調査によって、地球の地表から宇宙空間まで生命に関わる物質が届くことがあると確認されれば、惑星間で有機物などの移動が広く、一般的に起きている可能性を強く示唆するものとなる。 という展望のもとで行われている。科学進化説に関する考察や実験は、おそらく向き物から生命への進化が起きたのだろうと、とりあえず推論しておいて、可能かもしれない道筋について、より細かい仮説を立てたり、個々の仮説のようなことが実際に起こり得るのか、科学者が推定した、太古の地球上の環境を、インビトロで、具体的に実験を行うことであり、 1980年代まではそのような流れが支配的であった。当時科学者の間でありがちだった推論というのは太古の地球の表面などで物質が化学変化を起こして生命の材料になるような物質ができて生命になったのだろうなどと推論していた。だが多くの科学者が太古の地球にあったであろう環境を作って 例えば雷などを再現するために高圧電流を流すなどの検証実験をいくら言っても実験室の試験管や他の容器の中で生命が誕生するということは全く起きなかったので科学者たちは科学進化論に研究人生を捧げても成果らしい成果が出せないと感じるようになり次第にほとんど誰も科学進化論に関して検証実験を行わなくなっていった 全生物を対象にした系統樹。三つのドメインを三色で表している。青が新生細菌、赤が深刻生物、緑が古細菌、真ん中付近が共通祖先1977年、カール・ウズラによって第三のドメインとして古細菌が提案されると、これを含めた高熱菌や極限環境微生物の研究が進行した。 これらの研究から生命の起源に近いとされる生物群の傾向が明らかになってきた。これにより生物進化を遡る方向で生命の起源を探るというアプローチが可能となった。生命誕生以降の生物進化から生命の起源を探る試みは科学進化説とは異なり非常に多くの生命のサンプルを用した。多くのサンプルを用いながら 新生細菌、古細菌、新核生物の系統樹を描くことから、そうした試みが始まったと言える。進化系統樹を描く試みは、従来、低分子のタンパク質アミノ酸配列を元にしたものが多かったが、DNA シークエンシング法や PCR 法の確率などにより、より大きなデータを取り扱うことが可能になってきた。16S ルナ系統解析によれば、 共通祖先に近い原始的な生物は、高熱性を示すものが多く見られることが分かった。しかし、最初の生物が、どのようなものであったかが、明らかになるには、なお研究中である。そもそも、生命の起源を考察する中では、最初の生命は、独立栄養的だったのか、従属栄養的だったのかという論争も耐えない。 1970年代に深海熱水鉱がアルビン号によって発見されて以降最初の生命は独立栄養生物だったとする説を支持するような説がいくつか提唱されるようになっている。深海熱水鉱の発見は深海はほとんど生物の存在しない世界であるとする当時の一般的な通説、学説を一変させるものであった。 太陽エネルギーの存在しない深海で幻覚生物や多細胞生物を含めた深核生物が独自の生態系を形成している様子は多くの学者を驚かせた。地上の生態系は植物が一時生産者となり動物が消費者、細菌や菌を分解者とする太陽エネルギーに依存した物質の流れが基本である。 しかしながら深海熱水口においては熱水口から排出される還元物質を参加しながら炭酸固定をしている化学合成独立栄養生物が一時生産者であった。こうした太陽エネルギーに依存しない生態系を発見したことから生命の起源は還元的物質が 地球内部から発生する深海熱水口に由来するのではないかという説が現れた。1970年代に深海底の熱水噴出口が発見されて以降生命はこのような熱水噴出口で生まれたとする仮説も唱えられるようになった。ロンドン大学 UCL の研究チームはネイチャー e 2017年3月2日号において カナダのケベック州で採取した岩石中にある微細な筒状、繊維状構造物が熱水噴出口により活動していた生命の痕跡である可能性があると発表した。生命の痕跡としては最古級と推定しているが、これら構造物の成因や年代については異論もある。日本の海洋研究開発機構と理化学研究所は、 深海熱水溝の周囲で微弱な電流を確認し、これが生命を発生させる役割を果たした可能性があるとの研究結果を2017年5月に発表した。また、深部炭素を研究テーマとして、世界52カ国1000名以上の研究者で構成される深部炭素観測所は、2009年の創設以来10年をかけた調査の結果、 深海熱水溝のみならず、海底あるいは地上を掘削すると、地下5キロメートル程度まで、化学合成独立栄養細菌群の支配的な、生物圏が存在することを明らかにした。地下生物圏の発見である。地球の深部には、まるで、ガラパゴスのように様々な生命体が無数に存在し、その生物量は、 全人類の245倍から385倍に相当することや数千年にわたって存在し続ける生物があることも明らかにした。これにより地下数キロメートルで発生した化学合成独立栄養生物が生命の起源とする新たな説も現れている。ありがとうございます。